フィリップ一世、1五百四年十一月十三日から五百六十七年三月三十一日は、ヘッセン砲白、宗教改革でプロテスタント側を支援し、ザクセン先帝公、ヨハンフリードリヒと共に、シュマルカルデン同盟を結成して神聖ローマ、皇帝カール五世に反抗した。1五百四年、ヘッセン砲白ビルヘルム二世と、ヒアンナ・フォン・メクレンブルク・シュベリーンの息子として、 マールブルクに生まれる。フィリップがまだ幼児の1509年に、父が梅毒で急死すると、その後倹役をめぐって、母とヘッセンの騎士たちとの間で紛争が起こった。13歳の時、神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世により正式な相続を認められるが、実権は母が握っていた。1524年、折しも始まっていた宗教改革では、 プロテスタントの協議を支持し、宗教改革の講演者、推進役となる。1526年に、コンベルク直令を発して、領内をプロテスタントで統一する。同年同じくプロテスタントのザクセン選定校、ヨハンダと共に、ゴータ・トルガウ同盟を結成。1527年に、ドイツでは、最初のプロテスタント大学となる、マールブルク大学を設立。1529年、 マルティン・ルターやフルドリヒス・ヴィングリラ・プロテスタントの指導者をマールブルク宗教会議に招集してその統一を図ったが生産をめぐる解釈で両者の対立が起きたため意見統一はならなかった。フィリップにとってこの会議は宗教的な意味合いよりもむしろプロテスタントを急合してカトリックの守護者である神聖ローマ皇帝カール5世に対抗する意味を持っていた。フィリップは シュパイアーで行われた帝国議会でも少数派のプロテスタント諸公の代表格だった。1531年、プロテスタント諸公やザクセン選定侯ヨハンフリードリヒと共にシュマルカルデン同盟を結成。1534年にはラウフェンの戦いに勝利して、ハプスブルク家の統治下に置かれていたビュルテンベルクを追われていたビュルテンベルク公、ウルリヒの手に取り戻した。 カール5世との暗闘は激化し、1546年には、シュマルカルデン戦争に至るが、1547年に、ミュールベルクの戦いで、皇帝軍に敗れて、捕虜となり、オランダで5年間の優秀生活を送った。1552年に解放されたが、屈辱を忘れないために、オランダからの帰路にあたる領内のエッシェンブルクに植樹した。この木は、数年前まで残っていたが、 倒れたために新しい木に植え替えられた。晩年のフィリップ晩年は内政に専念する一方、プロテスタントの統一に尽力した。シュマル・カルデン戦争で抱えた負債を解決するため、行政改革に取り組み、主税などを導入した。こうした改革により、ヘッセンは中性的な昇園支配体制を出して、金世的業財政に移ったと評価されている。フィリップはまた支払い能力に応じた。 財産税も導入している。彼の肝入りで実現した、検診令やヘッセンの福祉協会、騎士団は今も存続している。フィリップが設立した大学は1934年に、設立者の名前にちなんで、フィリップス大学と改称された。寛大校というあだ名は、後世の歴史家によるものであるが、フィリップが政治や戦争の場面で示した個人的寛大によるものである。 1567年にカッセルで死去、ヘッセン砲白家の古い相続監修に従い、その所領は4人の息子の間で分割相続された。すなわち、長男ビルヘルム4世が、ヘッセンカッセルを、次男ルートビヒ4世が、ヘッセンマールブルクを、三男、フィリップ2世が、ヘッセンラインフェルスを、四男ゲオルク1世が、ヘッセンダルムシュタットを継承した。分割され細切れになったヘッセンは、 以後、神聖ローマ帝国内での政治的重みを失ってしまった。1523年12月11日に、ザクセンコー、ゲオルクの娘クリスティーナとドレスデンで結婚した。この結婚では、以下の子供が生まれている。まだ日クリスティーナが存命中の1540年3月4日、フィリップはローテンブルクアンデアフルダで、プロテスタント神学者、フィリップ・メランヒトンの隣席のも ザクセンの宮廷女官だった、マルガレーテ・フォンデ・アザーレと結婚した。ルターラ改革派はこれを容認したが、諸公から重婚罪であると攻撃され、フィリップは、その批判を交わすために一時カール五世への情報を余儀なくされ、プロテスタント勢力を弱める結果となった。この結婚から生まれた子女は、ディーツ博を名乗っている。ありがとうございます。